こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では12月の着こなしについて具体的な例をですね、3つお見せしながら皆さんに解説をしてみたいなというふうに思っています。こちらの動画を撮っているのは12月の初旬なんですが、まだですねそこまで寒くないんですね。日中に関しては10度を超える日が多くて、そこまでですね寒いなという感じはしないんですね。ただ朝晩に関してはすごく寒いんですが、日中に厚手のコートだとかしっかりとしたダウンを着ているとさすがにまだ暑いかなというふうに思うんですね。意外とこの時期にどんなファッションをすればいいのか迷っている大人の男性も多いのかなと思うので、今回はですね12月僕がどんな着こなしをしているのか具体例を3つほどご紹介をしてみたいなというふうに思っています。どの着こなしに関しても基本的にはベーシックな装いになっていまして、その中にですねトレンド感を少し加えたぐらいなので、皆さんにもですねトライがしやすいかなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。はい、ということで早速1つ目のコーディネートから解説をしたいと思うんですが、今の着こなしですね、ちょっと全体を見ていただきたいなと思います。解説をしますと、上に着ているのが今季のプラス J のワークジャケットですね。少し厚手の素材感になっていまして、着丈はそんなに長すぎないものになっています。そして内側に着ているのは今季のユニクロ U のスウェットプルパーカーですね。色に関してはピンクというものを選んでいます。ピンクといってもですね、いわゆる女の子的なピンクではなくて、かなりベージュに近いような柔らかいピンクという形になっています。そしてボトムスに関してはスラックスを履いています。僕はユナイテッド東京というブランドのものを履いているんですが、こちらに関してはユニクロのスマートアンクルパンツなんかで代用していただくのもいいかなと思っています。そして足元、毎度見えなくて大変申し訳ないんですけども、こちらはニューバランスの1700というモデルを履いています。このような形で僕は12月初旬の着こなしを楽しんでるんですね。ちょうど昨日僕はお休みだったんですが、家族と過ごす時にはですねこういった格好をすることが多いです。着丈の長いコートというのも大人っぽく見えてすごく使いやすいんですが、まだ12月初旬ぐらいだと暑いなと感じてしまったりだとか、足さばきがあんまり良くないなというふうに思うので、これぐらいの時期にはですねそんなに着丈が長すぎないものを着ることが多いんですね。このようなワークジャケットに関してはそこまで着丈が長くないので、すごくですね今時期には適しているかなというふうに思っています。ただこのプラス J のワークジャケットはなかなか買いづらいアイテムではあるので、皆さんに使っていただきたいのはグローバルワークのですね CPO ジャケットですね。こちらのアイテムに関しては気軽に試しやすいかなと思うので、こういったアイテムで代用してもらうのが良いかなと思っています。このようなアイテムというのは非常に今っぽいアイテムかなと思います。僕の今年の動画の中ではいわゆるシャツアウターと呼ばれるようなものをですねたくさんご紹介してきましたが、その流れの中のアイテムであって、割とですね秋冬に関しても厚手のものであればこういった感じでですね気軽に着やすいかなというふうに思っています。そして内側に着るアイテムなんですが、定番で言ったらですね白の丸首のニットだとかそういったものを合わせることも多いんですが、少しカジュアルな感じを出したかったので、今回はですねスウェットプルパーカーの方を選びました。色に関してはトップスとボトムスが割と濃い色なので、今回は少し明るめのピンクを選ぶことで差し色的に使うようにしています。ここ最近はこういったパーカーというものを使いながら着こなしにカジュアル感を出してあげるのがちょっとしたトレンドになってますので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなと思っています。でボトムスに関しては僕は手抜きになっていまして、毎回ですねブラックジーンズか黒系のスラックスかという形で色を引き締めるようにしてるんですね。これに関してはほとんどですね考えることをしなくても簡単にコーディネートが構成できますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなというふうに思っています。そして足元なんですけども、こちらはですね気分によって変えるようにしてるんですが、基本的には僕はですねニューバランスですとかナイキのエアマックス97ですとか、あとは定番の白のスタンスミスですね、この3つを回しながらですね着こなしの中に添えるようにしています。今回は僕が今着ているこちらのワークジャケットがダークグレーなので、色を合わせる意味でニューバランスの靴ですね、こちらはユナイテッドアローズの別注の1700なんですけども、色がダークグレーなのでアウターと靴で色合わせをするようにしました。ちょっとトレンド感の感じるような今っぽいスタイルではあるんですが、そこまで難易度が高くないので、ぜひ皆さんもですね一つの参考にしていただければなと思っています。はい、ということで続いて2つ目のコーディネートについて解説をしたいなと思うんですが、今度はですね上に羽織っているのは結構薄手のですねナイロン系のステンカラーコートになっています。こちらはですね今年の春夏に購入したユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションシリーズの中の1枚なんですけども、これがですねなかなか重宝していまして、春だけではなくて結構ですね秋ですとか初冬に僕はこれを着るようにしてるんですね。これ自体はですねそんなに厚みがなくてペラペラなんですね。ですので着丈の長いコートでも足さばきも良いですし、割と着ていても邪魔ににならないんですね。ですので12月の初旬ぐらいであればこれぐらいのですね薄いコートも意外と使い勝手がいいのかなというふうに思っています。で結構気に入っているのがこの色合いなんですね。ダークグリーンといいますかオリーブといいますか、この色の雰囲気がすごく良くて、メンズファッションにおけるネイビーだとかブラックだとかホワイトのようなベーシックなカラーとも相性がいいので、なかなかですねこういったグリーン系の色というのは使い勝手がいいのかなというふうに思っています。そして内側に着てるのはまたパーカーですね。最近は僕はパーカーが好きで結構ですね何枚かのパーカーを着回しているわけなんですが、先ほどはユニクロ U のピンクのパーカーを着ましたが、今回はですねエストネーションのオリジナルのダークグレーのパーカーを着ています。パーカーというアイテムでも色によって全然印象が変わるんですね。僕が最近よく着てるのは先ほどのユニクロ U のピンクのパーカーですとか、こちらのダークグレーのエストネーションのオリジナルのものですとか、あとは最近買ったユニクロの結構ストレッチの効いてる白パーカーですね。この辺りを着回すようにしてるんですけども、パーカーの色を引き締めることで結構大人っぽい雰囲気が出やすいかなと思っています。今回はこちらのコートのですねグリーン系の色を主役にしたかったので、それ以外のパーカーに関してはある程度落ち着いた感じのものを選ばせていただきました。そしてボトムスに関しては手抜きで申し訳ないんですが、先ほどと同様のスラックスを履いていまして、足元はですね白のスタン・スミスを履いています。この辺りのスニーカーに関しては正直ですね先ほどのニューバランスでも合いますし、ナイキのエアマックス97だとかスタン・スミスとかでも合いますので、気分によって変えるようにしています。秋冬の着こなしの醍醐味というのは重ね着だと思うんですね。様々なアイテムを重ねることでレイヤーを作るとですねおしゃれに見えやすいので、今の着こなしだと中に白 T シャツが少し見えて、その上にダークグレーのこういったパーカーが来て、さらに一番外側にはこういったステンカラーコートですね、ナイロン系のものでそこまで重さのないものを合わせることで重ね着というところを楽しむようにしています。パーカーに関してはブラックのユニクロ U のものでいいですし、スラックスに関してもユニクロのスマートアンクルパンツで良いかなと思います。ただナイロンのコートだけはですねなかなかこれ同じものが見つからないかなというふうには思うので、いくつか僕のおすすめのものをですね説明欄の方に記入してみたいなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3つ目のコーディネートなんですが、今回の着こなしの主役はアウターになりますね。こちらは今年のですね秋冬のユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションシリーズの中からモッツコートを選択しました。これがですね個人的にはめちゃくちゃ気に入っていまして、まさに12月初旬にものすごく活躍するアイテムなのかなというふうに思っています。どこがいいのかというと、結構ですね着丈の長さが絶妙なんですね。ロング丈のコートと比べるとややですね短めになっていまして、だいたい膝上ぐらいの着丈になってるんですけども、これぐらいであれば結構動きやすくて、12月のちょっと日中はまだ暖かいかなという時にも快適に過ごせるのかなというふうに思っています。もともとこちらはですねモッツコートのデザインをベースとして作られているんですが、色合いに関してもオリーブ系ですが決してですねやぼったさが強く出るようなものではないので、すごく色合いの雰囲気も気に入っています。でシルエットに関しては少しゆったりめなんですが、決してですねめちゃくちゃビッグシルエットという形ではないので、僕ら大人の世代にもですね結構使いやすいアイテムなのかなというふうに思っています。そして内側に関してはこちらもですねこの動画の中では定番になっているグローバルワークのビッグワッフルロンティーを着ています。ほぼですね丸首のニットのような見え方のするアイテムなんですが、このようなミリタリーっぽいアイテムを着る際には僕はですねどこかに白のアイテムを足すことで少しですね清潔感みたいなところを意識するようにしています。今回は白ニットを選んでるわけなんですけども、オリーブとホワイトの相性はいいので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなというふうに思っています。そしてボトムスに関してはこちらも手抜きでブラック系のものになるんですが、先ほどまではスラックス系を合わせていましたが、今回は細身のブラックジーンズを合わせています。これはなぜかというと、モッツコートにですね少しボリューム感があるので下半身で少しですねシルエットを細くしたかったんですね。このように上がちょっとゆったりで下が細いというものをですね Y シルエットと呼んだりするんですが、サイズ感にメリハリをつけてあげるとすごくバランスがいいのかなというふうに思っています。そして足元はですね今度はエアマックス97を合わせています。こちらもですね黒ベースでシャープなデザインになっているので、モッツコートの持つですねちょっとやぼったさ土っぽさというのをですね足元で引き締めるようにしています。この着こなしに関しても結構ですね真似しやすいかなと思うので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなというふうに思っています。今僕が着ているモッツコートなんですが、ちょっと前の商品なので意外とですね店頭でセール価格で売っていたりするんですね。ですのでこの機会が結構チャンスなので、ぜひ皆さんにもですねトライをしていただきたいなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では12月に使える3つの具体的なコーディネートを皆さんにご紹介させていただきました。どのコーディネートに関してもユニクロですとかグローバルワークを中心にアイテムを構成していますので、皆さんにもですねトライしやすいものになっているかなと思っています。今回の着こなしに関してはド定番というよりは少しトレンド感というところを意識したものになっているんですが、そこまでぶっ飛んだものではなくて比較的皆さんにもですね取り入れやすいものになっているかなと思うので、この中でどれか気に入ったものをですね、ぜひトライをしていただきたいなというふうに思っています。これからですね、12月後半から1月、2月という形でかなり寒くなってくるんですが、そうなるとロング丈のウールのコートですとか、あとは厚手のダウンなんかが活躍するかなと思うんですが、その前の段階ではですね、今回ご紹介したような少し軽めのアウターみたいなものがあると結構重宝するかなと思います。この辺りのアイテムが充実すると結構ですね着こなしの幅が広がりますので、よかったらコツコツと買い揃えていただければなというふうに思っています。今回3つのコーディネートをご紹介したわけですが、皆さんはどのスタイルが気に入ったのか、ぜひコメント欄までですねどしどし書き込んでいただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。